運命のバラード、テイルズオブデスティニー実況プレイ。皆さん、こんにちは、ワラニです。初めましての方は初めまして、いつも動画を見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。今回から、新実況としてこのテイルズオブデスティニーをやっていきたいと思います。これね、だいぶ前にリクエストいただいていた作品なんですけど、自分がやってた作品がね、なかなか終わらなかったので、ここまでちょっと引き延ばしになってしまって申し訳ないです。で、その方がね、ちょっとどっちのデスティニーをご消耗なさったのかちょっと分かんなくて、ちょっとね、説明が長くなっちゃうんですけど、デスティニーは PS プレステで発売されたのが多分オリジナルなんですけど、PS2 版でリメイクされまして、私がやっていくのはちょっとタイトルロゴの方をね、さっきってか見せしたと思うんですけど、プレイステーション2の方でやっていくので、結構なんかキャラクターのセリフが変わってたりとかなんかするらしいので、まあでも私は初見プレイでやっていくので、全く知らない感じでやっていきます。知らない感じでってか知らないんでね。はい。で、めっちゃ楽しみにしてたんで、もうものすごい楽しんでいきたいと思います。でね、もうちょっと話させてね。で、テイルズシリーズは実況、他の方の実況を2作品見て、違うな、3作品かな、テイルズ・オブ・ベスペリアとエターニアとイノセンス・アールを他の方の実況で見てて、で、テイルズ・オブ・ジ・アビスは自分で 3DS 版をプレイしたことがあります。はい。で、今からやっていくのはもちろん初見プレイです。ちょっと前置きがだいぶ長くなってしまって申し訳ないですが、楽しんでいきたいと思いますので、皆さんこれからよろしくお願いします。では、どうしようかな、まあ、何もわかんないんで、ニューゲームでとりあえず行っちゃいましょう。これはなんだ、ドラゴン乗り物、普通に。よせ、やめろ。はい。で、このゲームはボイスがところどころ多分入ってると思うので、まあ、ちょいちょい私も口を挟みつつ、大事なとこでは黙りながらみたいな、そういうムービーシーンでもね、ちょこちょこ臨機応変に喋ったり喋らなかったりすると思います。はい。ではやっていきましょう。やめてくれ、どうして俺がこんな目に。機密保持のためだ、悪く思うな。俺はただセインガルドへ行きたかっただけなのに。そんな、待ってくれよ。あれを運んでいる時でなければこれほどの目には合わなかっただろうが。お、なんだなんだ、なんかボールみたいな。誰だ、物を投げたのは。貴様、さては他に仲間がいるな。まだ全く情報ってか状況がつかめてないんですが、まあ、やっていこう。知らない。うお、めっちゃ震える。何事だ。なんかすごいのいっぱい来たよ。何これ、鳥。なんか狼運んでる。お、狼。セボヤリモンスターの大群飛来、すごい数です。あ、すごいかっこいい、なんか。バカな、モンスターが飛行竜を襲うなどありえんはずだ。ご命令を。総員第9戦闘配備、中に入れさせてはならん。はっ、今のうちに。あ、このままじゃやられる。どこかに武器はないのか。はい。おお、操作できる、すごい。で、このスタンっていうのが、デスティニーの主人公になります。アイテムとか何があるの。何もない感じ。アップルグミっていうのが、回復アイテムで、ライフボトルは戦闘部の回復ですね。本当に何も持ってない感じ。あらすじブックとかある。
あ、これいいじゃん。実況の前にちょこっと読む感じ。コレクターズ感ね。レザーアーマー。これ装備してんだよね、多分。まあ、多分装備してるだろうということで。中盤ってさ、あ、セーブできんだ。え、ちょっと待って。でも中盤したらなんか、ここで終わっちゃう感じになっちゃうのかね。よくわかんないけど。とりあえず今すごい大変な状況っぽいんで。これすごいな。モンスターいるから多分いけないよね。入る。映像綺麗ですね。上で戦ってる。このような道を塞ぐ障害物の中には、まるで掴み、十字キーまたは左スティックで押し引き可能なものがあります。目の前の積み荷を移動させて通路を確保しましょう。この色違うやつかな。ちょっと待って、こっち入れない。お、入れるじゃん。とりあえず、あ、二重ガルド。お金ですね。丸ボタン連打していきたいと思います。こういうアイテムは重要だからね。入れないのかな？入れない。よし。じゃあ、ここをどけていきましょう。ちょっと待って。これどうやってどかしてもいい感じ？適当で。いいか、これで。あ、これがセーブポイントかな？そうっぽい。で、まずこっち入って、とりあえず武器を探さなきゃいけないっぽいんで。お、入れる。飛行竜で週末になると必ず食べられるという噂の麻婆カレーが湯気を立てている。お、あ、回復なんだ。へえ。なんか調べるよ。オベロナミン C。 オベロン社が開発した庶民の味方。最大 HP の 40% 分 HP が回復する。元気はつらつ。やっと、なんかすごいいいの手に入れてるよでね。へー、なんか麻婆カレーってよくあれじゃないですか、テイルズシリーズ出てきません？で、あ、ちゃ、倒れてんじゃん。反応がない。大丈夫？じゃないっぽいけど。武器はなさそうだな。一旦ここでセーブだね、やっぱり。この音はセーブだ。セーブしましょう。じゃあ新規で。結構長いね。やっぱ一番最初のセーブってさ、長いよね。しょうがないけど。まさかバグってるとかでは。あ、よかったよかった。物言う剣って書いてあるけど、え、ここであらすじとか、あ、見れるんだ。へえ。飛行竜でセインガルドへ密航しようとしたスタン。あ、密航か。それで詰め寄られてたのか。で、飛行竜はモンスターの襲撃に遭ってしまう。スタンはモンスターと戦うために武器を探す。へえ。こういうあらすじが出てくれるのはかなり親切だな。この辺は何もないと思うけど、とりあえずさ、武器がないと話にならんちゅう話じゃん。もう絶対こんなとこないよ。あ、宝箱。アップルグミー。やったねー。もうね、私は、結構、しつこく探索していくタイプなんで。はい、100ガルド。よろしくお願いします。結構街の人とかもね、入念に話しかけていくタイプなんで。早く武器を見つけないと。そっか、じゃあこっちじゃないんだね。こっちか。結構大変だね。なんか武器庫みたいのはないのかな。で、飛行竜ってさ、生き物なのかな。なんか普通に建物っぽくなってるけど。ラベンダー。おお、やったね。食べるのかな、これって。これあれだよね、ドーピングアイテム使いましょうか。まだ一回も戦ってないけど、まあいいでしょう。掃除用具入れは何もなし。こっちは、てかさっきいやらしい場所に、あれだね、宝箱設置されてたね。あ、あそこに宝箱がある。取りに行こう。やっぱさっきみたいにちゃんと探索しないといけないっぽいな。これだな。ライフボトル。欲しいね。まあ、あって困るアイテムはないと思うので、多分こっちの左の箱を動かせると思うんで、とりあえずはなんか関係ないところ、画面に館内の状況が示されているようだ。すごいエラーって出てそう。これは動かせないね。まあ、どう、あ、動かせないぞ。
か逆側から入るところがあるのかな。そうっぽい。なんかごめんなさいね、なんかすごいテンポ悪いね私ね、まあ、初見プレイってことなんで許していただきたいと思います。あの上かな。しまった。でもさ思ったんだけど、さっき剣っぽいのあったよね左上の方に。ちっちゃんリーズ、やだこんなところで死にたくない。そこのお前、え、ほう、我の声が聞こえるようだな。素質はあるということか。誰だ。知りたいか、ならば奥まで来るがいい。奥？何か光った、あそこか。もう完璧にあれですよね。でね、ちょっと知ってたんですけど、その物言う剣っていうのがあの剣のことですよね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど。誰もいない。これは剣？変わった形をしてるけど使えるのか？気にしてる場合じゃない。武器さえあればお前なんかに負けるか。結構怪力だマスター。敵だ。戦うんだねウルフ。まるで通常攻撃、通常攻撃十字キーと組み合わせ連続攻撃も可能。はいはい、あ、そういう感じか。ちょっといい、あ、いいのこれで。とりあえず、あ、モンスター図鑑だ。丸連打しかしてないけど。なんだこの剣、妙に手に馴染む。飛行竜、大丈夫なのか。外の様子はどうなってるんだろう。これで外の様子見に行くって感じなんでしょうね。まあ、まだ私はスタンが密航してた理由と、またか、この剣についてあまりよく知らないんですけど。なんだなんだ。お前は、誰？女？女？ちょっと、どうしてあんたがそれ持ってんの？え、それってその剣よこしなさいよ。あんたが手にするものじゃないわ。もうどうしてこう次から次へと。まさかこいつらも剣を狙ってるんじゃないでしょうね。このままじゃキリがない。ルーティ乗組員が全滅した。このままでは墜落する。この方も女性だね、強いな。全滅？すぐに脱出するぞ。ああ、ちょっと待てよ、まだ肝心の剣が。時間がない。大変だ、俺も早く脱出しないと。で、多分さっきのルーティーって呼ばれてた人がちょっとこっちに行っちゃうけどね、ヒロイン、ヒロインなのかな、よくわかんないけど、まあ重要人物になって、おい、来るんじゃないかっていう。どうやって、あ、これが上攻撃で、下、うんうん、よくわかんないけど、これジャンプとかないのかな。うん、ちょっとまだ慣れてないけど、まあこういう感じなんだろうな。とりあえず、痛い痛い痛い。防御とかあるのかな。あ、四角防御だね。バツはない。三角はあれか、なんかそういうやつ。テンション高いなスター。
お、魔人剣だ。ちょっと待てよ。実技とか。待てよ。どうしようかな。とりあえず私、横よく押してるから、とりあえず魔人剣をセットしておこうか。で、ちょっと待てよ。今どっちになってるの？オート。セミオート。オートだとどうなる？そっか。勝手にスタンが戦ってくれるんだ。こんな感じでいいでしょ。いいのかな。なんかどこ行けばいいのか全然分かってないけど。おお、すごい倒れてるよ。反応がない。モンスターも入り混じって倒れてる感じだね。これどうにかなんない？なんか普通にコックピットみたいな、コックピットっていうか操縦席みたいななってて、機械なのかな、それとも生き物なのかな、ちょっと謎ですね。まだとりあえずしっかり探索して、脱出するんだと思いますけど、あ、こっから出てくるのか。悠然と飛んでますけどね。とりあえずセーブしに行こうか。で、どっから逃げるっていう話なんだよね。よし、パスで物理攻撃。魔人剣。三角。術技メニューでセットした強力な攻撃を繰り出せる。バスで出せるんだよね。オッケー。こういう感じにいって、よいしょ、巻き込んでもういけるんだね。オッケー。これは慣れやな。もうちゃんと防御も使っていかないと。オッケー。ライフボトル。まあね、なんか、私は、そのさ、なんちゅうか、あれ、3D のフィールドを駆け回るタイプの、あ、間違えた。あ、まあいいや。テイルズシリーズに慣れてるんで、ちょっとね、まだ戦いにくいっていうのはあるけど、まあ、これは慣れだと思ってるんで、もう少し、付き合いいただければなと思います。これどこに行けばいいの？こっち確か行けなかったんだよね。はい。ちょっとカットを入れたと思いますが、いきなりこんな場面でもらが申し訳ありません。あのですね、ちょっとあの後、急な来客により、ちょっと中断せざるを得なくなってしまったので、はい、カットを入れて、ここをかけ返した。ここから始めたいと思います。で、HP をね、回復しに戻ったところ、なんか戦闘始まっちゃって倒したんですけど、チェインキャパってなんだろうっていうのが出てきたので、読んでいきたいと思います。チェインキャパ CC とは連携用の能力値。大抵の行動攻撃がつながる指摘ぶり。行動終了後すぐに回復するので、いろんな行動を連携してみようってことらしいですね。よし、ちょっとせっかく回復したばっかなのにまた戦闘になっちゃったので、このさ、思ったんだけど、上の方って探索しましたっけ？ちょっと忘れちゃったんで、行ってみようかと思います。探索してないっぽいな。じゃあ探索していきましょう。ラフレンズ。傷のついたレンズ、安価ではあるが取引は可能。5枚？まあなんだろう、売る専用アイテムとかなのかな。戦闘はね、ちょっと、もうそろそろカットしていってもいいかなと思いますが、あ、そうだ。だいたい、さあ、あ、これ戦闘でもレンズ手に入るんだ。今更気づいたっていう。ね、だいたいテイルズって AP が必要じゃないですか。なんか、何をするってか。なんか攻撃出す、術技か。術技出すときとか、必要だったと思うんですけど、この PS2 版のテイルズ・オブ・デスティニーは、なんか CC が行動するときのなんかあれみたいですね。ファイアブレス？ちょっとね、いろいろね、コマンドを試してみてるんですが、ちょっと、まだ難しいな。OK。やったぜ！はい、で、このレンズ何使うんだろう？まだ全然わかってないけど、まあ、序盤もいいとこだからね。ラフレンズ。なんだろう、重要アイテムなのかな？もしかしたら
なんか立ち入り禁止、ドラクエでいう小さなメダルみたいな、そういう割と重要アイテムかもしれないから、四角で敵の攻撃を防御、これですよね。物理ダメージを抑え、吹き飛びを防ぐ、攻撃と防御のバランスが重要。はい、で私割とっていうかね、他のゲームをぜひ見てくださればわかると思うんですけど、結構ご利用しタイプのあれなんで人間なんで、ちょっとね防御を忘れがちになっちゃうと思うんですが、まあね、フィールドだと防御ってかなり大事だと思うので、これ回復するのかな、あ、しないな。そうだからうまく活用していきたいと思います。さて、やっと前回切ったところまで、前回って言っても同じパートですけどね、切ったところまでやってきたけど、お、艦長の公開認識が置かれている。読むことはできないんだね。敵がなかなか出るな。で、そろそろカットしていってもいいかなって思ってます。よっしゃ、勝ったぜ。はい、やっていきましょう。で、今さら気づいたんですが、次の戦闘でまたちょっとあれが入ると思います。説明かな。よし、なんか行き止まりっぽいから、一番、あー、はまらない、一番最初にスタンがいたところに戻るのかなと思います。で、これですね、 R1 を今押してるんですけど、これやると敵の詳細が見れるっていう感じですね。ウルフレベル6、最大 HP240、 経験値12。落とすもの、まだ落としてないっぽいね。 Y バーンと共に飛行竜を襲撃したモンスター、動きは素早いが、よく見て四角で防御してからが基本。はいはい、なるほど。ステージ切り替え、あ、こういうのもあるんだ。じゃあさ、もしかして、あ、間違えた。なんだっけ、このスペクタクルズってあるじゃないですか、テイルズシリーズって。それは今回ない感じなんですかね。たまにシリーズによってないっていうのも確かあると思うんですけど、どうなんだろうね。で割とシリーズによっていろいろシステムが違ったりすると思うので、よし、じゃあ行こう。多分ここじゃないので、戻ってみるんだよね。だ、あそこ立ち入り禁止だったし。よっしゃ、勝ったぜ。よし、進んでいこう。割とモンスター出てくるな、上かなって思うんだけど、あと行ってないところなんてありましたっけ。思いつくところはここしかないんだけどな。イベントっぽい、結構大惨事だな。始めた、あれを使おう。結構うまいな、スタンかわすの。
同じ声。お前、名前は？スタン・エルロン。いいか、スタン。我はお前に力を貸そう。だからお前も我を信じろ。我を強く握りしめろ。そして、我の名を唱えるがいい。聞こえる。我が名は、お前の名は、リムロン。ちょっと喋らせてね。あっこでオープニングが入ってくるんだね。うん、なんか最初のタイトル画面が出てくる前になかったから、どっかでオープニングが入ってくるんだろうなとは思ってましたが、それにしてもさ、脱出ポットみたいな、わりかし危険だったね。だいぶ衝撃強そうだったけど、あれかな、なんかワイバーンのファイアブレス受けたからっていうのもあるかもしれないね。焦げてたし、ムービーで。で、なんか最初見たムービーとオープニングの絵柄がちょっと違うなって思ったんで、もしかしたら追加されたムービーだったのかもしれないね。で、剣の名前が出てきましたけど、ディムロスだよね。はい、多分ずっと一緒に行くんだと思うんですけど、かっこいいね、声ね。なんか何でしたっけ、DCFF7 を私は少し前に実況してたんですけど、そのネロさんと一緒の声ですよね。出てきたキャラクターと。はい。ちょっと他の作品のことはちょっといいのでやっていきましょう。すごい威力だったけどね、なんか名前呼んだ時。ねえ、起きてってば。あ、リリス。
もう北総の身にもなってよね。はあ、よかった。どうしたの？よっぽど悪い夢でも見た？悪いなんてもんじゃない、最悪だった。水に溺れて死ぬかと思ったよ。しかも変な声まで聞こえてさ。起きろスタン。そうそう、この声って、え、うわぁ、いつまで寝ている気だ。さっさと目を覚まさんか。あれ、ここどこだ。そうだ、俺は確か飛行竜から脱出して、この剣持ってきちゃったのか。なんかよく見ると古臭いな。古臭いとは心外だな。うわぁ、大騒ぎするんじゃない。剣が、剣が喋った。だいぶ遅いよねその反応。天然かなスタンって。生きているのだから当たり前だ。あ、生きてんだ。いや普通剣は生きてないし。うろたえるな、我はソーディアンだ。あのソーディアンっていう単語は聞いたことあるんですけど、どんなもんなんですかね。ソーディアン、今を去ること千年前に作られた人格を宿す剣、それが我だ。へえ、分かったか。ならさっさと我を拾え。いつまで床に放り出しておく気だ。あ、うん。まったく、どうもお前は落ち着きに欠ける嫌いがあるな。仮にも我のマスターとなったのなら、もっとシャキッとしてもらわねば困るぞ。マスターって？お前は我と契約したではないか。湖の底で起こったことを覚えていないのか。あっ、俺にずっと話しかけていたのはお前だったのか。確か名前はディムロス。そうだ、それが我の名だ。あの時お前が我の名を呼んだことで我らの間に契約が結ばれた。今やお前は我のマスター、ソーディアンマスターだ。ソーディアンマスター、気がついたようだな。あなたは？もしかしてこの人オープニングに出てませんでした？私の名はウッドローだ。ウッドローさん、名前は聞いたことある。あのね、携帯のアプリゲームでテイルズ・オブ・アスタリアっていうのがあるんですけど、それで見たことあるかな。うん、大丈夫そうだな。湖の底で倒れている君を見たときはどうなることかと思ったが。むっちゃええ声ですね。あなたが俺をここへ運んでくれたんですね。俺、スタン・エルロンって言います。助けてもらってありがとうございます。それで、ここはどこですか？ヴァンダリアの山奥だ。知らなかったのかね。俺、飛行竜に乗っててそこから脱出したものですから。なるほど、飛行竜。それでその剣か。この剣のこと知ってるんですか？こいつ喋るんですよ。さあ、迂闊に我のことを他人に話すんじゃない。なんでだよ、別にいいじゃないか。我が声を聞くことができるのはマスターの資質を持つ者だけだ。聞こえない人間に話したところで夢でも見ていると思われるだけだぞ。え、そうなの？どうかしたかね。あ、いえ、なんでもないです。ジェルシー、おい、おらんの。さてはまた裏山か。おお、こぞ目が覚めたか。
私の弓の師匠アルバ先生だよ。この小屋の持ち主でもある。結構いろんなキャラがパッパッと出てきますね。あ、どうもお世話になってます。困った時はお互い様じゃ。チェルシーというのは先生のお孫さんのことだよ。先生、私が裏山まで行って彼女を探してきましょう。おお、そうしてくれるか。俺も行きます。助けてもらった恩もありますし。わかった、では一緒に行くとしよう。はい、二人とも頼んだぞ。お、ウッドローがパーティーに加わりました。早いね。で、こっからそのハイライフボトル、その孫、お孫さんのチェルシーちゃんをさ、ちゃんかな、くんかな、わかんないけど、を探しに行くんですよね。で、今回はもうだいぶ時間がね、経っちゃってると思うので、はい、この辺で終わりにしたいと思います。あ、ウッドローさんレベル8なんだ。へえ。風神剣、豪烈、疾風。はいはい、なるほど。早く戦闘してみたいですね。よし、まあ、所持レンズとか出てるけど、レンズ気になるな。現在地、トーンの山小屋。まあ、こっからどうなるかですよね。はい。で、途中であの、リリスって子も出てきたんですけど、スタンのね、妹だと思います。お兄ちゃんって言ってたんで。はい、じゃあもう、長いね。今回はここで終わりにしたいと思います。汚染実況ということで、かなりグダグダな紹介だとは思いますが、これからもお付き合いいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。またねー。バイバーイ。